ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。そうか、お前だった。そうなんです。TR1 台になったっす。お前1台か。違う違う、大森君は。いや、まあ、分からんと上手にお前辞めさせて上手にお前辞めさせてうちのチーム TR ばっかりっいや、いいよ、こんなもん誰かに出るでいいから大阪におるよ。そういうことですね。お前十字にクビになってきた。上手に打ち合わせしちゃう。徐々に続き相手に年でやめさせてうっとうしいって。どうする、山県行く。はい、解散する、はい、そっちかよ、そっちかよ。投げ嫌いな人、俺全く投げ嫌いなんだ。嫌いなんだ、俺大嫌い。野球なんか誰か投げ嫌いな人かなと思って悩みなかったもんで、あれだけど。いや、だって安尾君いても、だってあの魚くんに行ったじゃん。ヤソくん、ヤソくん、見るもんね。ヤソくん、ヤソ今散歩しとる。犬の。何買ったんだった？グレートデンだったっけ？あ、ね、マジですか？いや違う。これシーズン、シーズン、シーズン、シーズン。これじゃない。上田もちょっとずつしちゃって。ちょこっとでよ。グレートデンです。ブルドッグかよ。それだけね、事故のように行きましょうか。今何時？もうちょい車で行く？はい、ゆうなみて。I'm not afraid to die.
いや別にこのバナナかっこいいじゃないけどかっこいいじゃないですか。このバナナかっこいいと思うよこれ。太田さんよりね。原田さんのも分厚いですか。何お前やめるんですか。もう続き首です。首です。続きやめます。ケーキさんもラタタタってバネしとったもんね。いや俺どうやってやっとこうかなと思って。ミラーでちょうど見えた。ミラーでちょうど見えたからやりやったもん。やるんだ。笑っちゃう。笑っちゃう。俺マスクやるのに一人です。分からんって。今日楽しみです。これシンプル何度見てる。これかっこいい。あ、これシンプル。上ならちょっと変でしょ。ちょっと。ああ。渋くない？本当だ。なんか違う。分厚さが違う。今度こいつ。こうやって直したところで。やめるっていうことだから。やめの？首。続きやめる。貧乏で限界来た。次共同便所共同風呂じゃなくてトイレ付き。トイレなし風呂なし。まああんまり YouTube で貧乏とか言うとね、でもさんが見たときにまためちゃめちゃ言ってますよね。気づきます。ちなみに嫁さん見とる。あ、見るときもある。やめて。僕が見せる。あ、本当に寄付金が集まるから。あ、ここらのテレビですよね。はい、3、2、1。はい、待った。待って。場所変わってる。場所変わってる。ん？あ、ちゃん乗ってますか？音楽やって。分からんぞ。分かった。TikTok の流行ってるやつ。あれ違う。三代目です。三代目。三代目。イエーイ。じゃあ準備しますか。ガセミナーこれやばいんじゃないか。
うなぎがいない。月見ご飯がある。月見ですよ。トロロだと普通のやつでいいな。何が違うの？上と何が違うの？うなぎが違うの？すいません、これお願いします。量が違うんですか？たまには特上食う。おかしいことだよ。はい、特上食う。あ、食べやすかった。でも、はい、どれが一番、これ、かば焼き。どれが一番無難なの？伝票は一緒でよろしいですか？いや、あっちゅうのもいい。じゃあ決まったら、何が、お姉さん、お姉さん、何が一番、あれ一番出るのはやっぱ上ですね。これ上、うん、上が一番出ます。みんな一緒でいいもん。うん。うなぎの上でいい。上でしたら一番早く出ます。みんな一緒でいいですか？うん、いい、はい。じゃあお茶漬けでいい、みんな。このうなぎの上でいい、みんな。どう聞いたらある今日でしたら一番早くできます先生、うなさし食いてくれ単品で頼めよ、はい、うなさしなんかあるのうなぎの上が子供は子供は何ほんとうなぎ食べますお母さん、このうなぎのおすすめ言ってください浜松のうなぎのこういうところがおすすめですよみたいな松葉さんの松葉さんのおすすめ、はい、マスキー始めました新しいうなぎで浜名湖の、はい養殖うなぎ関東風に焼いてあってふっくらと美味しくふっくら系ふっくら系で美味しくご飯もたくさん入ってますじゃあ、空女聞いたの関西じゃない海外だったら、多分まず食べれるんじゃないって言われて、うん、ふっくらと食べれんよって言われた関西はちょっと固めでカリカリなんですけどここは関東風なのでふわっと蒸してから焼いてあるんです美味しいと思いますはい、はい、ありがとうございます70特上12000円です12000円上田が払いますヤマケン結婚は頑張ります結婚は頑張るで出会い系サイト出会い系サイト頑張るマッチングアプリやな太田さんかっこいいねバイクかっこいい誰が出ないでしたっけボスですハマさん、ハマさん、バカかっこいいね誰がデザインしたっけボスです上田、はい、バカかっこ悪いね誰がデザインしたっけ僕ですそれ、間違いそう今不足だって言ってありがとうなって、ほんでさ、違う、ありがとうな、子供ありがとうなって言ったの電話し、間に合うって連絡来たもんね、二人から電話して、ありがとうな、間に合わせてくれていやこちらこそいろいろありがとうございますけどねお前儲かっとんだなってこちらの方のありがとうございますけどマイカ、金払わんとこもう5キロぐらい痩せたんですけどマスカデラックスみたいな5キロ痩せたんですけどね S? はいお前の会話になれば帽子の橋本が笑われるマジですか大森君はどうですか朝なんか大森君はどうですか朝なんか大森、上のこと全く無視しろ嫌いだもんねお刺身おお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 かき氷みたいなこれ一緒でしょ一緒でしょ醤油ではないんですけどねお刺身用のお醤油です一人一つずつうなぎの刺身たたきもあったねたたきもありますようなぎ中に毒があるのでも実際今お前ってブレードなんだろあんまり多少ブレードブレてますブレてます切れてますよ気持ち悪い取れてないあ取れてます取れてますお兄ちゃん何焦がすのでも大盛りでも26でも全然ブレードなんだろお前あそうです大丈夫ですだからそのままにって大丈夫嫌なんだブレるのじゃあ僕ブレてますブレる大盛り昔からブレる3つお母さんこれシロップかけてだから負けた感がある年にもねあーもう大盛りやつか大盛り大盛りだから大盛り通勤のことを笑うんだな上田が喋ったところは嘘いや別に喋ったらしいですよね
さっき喋ってもちょっと上のやつ見せてもらうおはようもでもその今大森お願いします大森誰でしたっけ大森が7つだと思うんでこっちもあるよ大森こちら大森で別ご飯があるもう本当大森のラボンとそういうこと大森さんあ、僕いいっすありがとう ありがとうやばいっすよ。ちょっと待って、また、あ。行くよ、決めるで。キャーッ！取れてます。あーって。冷たい。冷たい。なんか入った。締めとかねがお前。さっき水飲む。水飲ましてる。水だ。この水はね格別にうまかった。すげえ。うまいっすよ。うまいっすよ。うまいっすよ。上だけ見ようか。ここだけでよ。はい、これ怖い。あ、なんか。本物がおるって本物が忘れとった
あ、偽物なんですか。本物ですよ。本物ですよ。まあ、ずっと言ってない。あ、そうだろ。大盛りさんがなんか全然、僕も全然やってないですね。で、乗れるの。いや、確か、確か、多少は。お子さん、昔サーフィンやったもんな。嫁さんがやっとったよ。昔サーフィンやったもんな。そうでこっち見るのやめて行く先だけあんまり人もらんかったけどすいません、おさむちゃん最後一言今日は楽しいツーリングでしたねありがとうございました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 4月5日行きますお疲れさまやるぜやるぜお疲れさまやるぜお疲れさまですお疲れ様でした。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 So cool and